うことあんまないんですよ、私。はいはいはい、はい、ただでさえ肩広いですし、本当にね、1ヶ月100万円稼げる方法とか言ってそうじゃない。やばいやばい。緊張するというわけで、Hey guys、エリです。そして今日はですね、私実はバディさんが最近変わりまして、姫ちゃんでございます。よろしくお願いします。すごいね、賑やかな感じなんですけども、今日はね、何の企画をするかと言いますと、久々のナンタムダンスでございます。一人でさ、やるの初めてなんだよね。今までさ、レッドリンクス、トンクマタマジンのね、メンツで踊ったんだけど、マジ一人で絵が持つのか私は分かりません。曲を3つかな、用意してくださいました。それを流していただいて、私が踊れるのか踊れないのか見ていく感じになるかと思います。企画卒業できた。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。じゃあ1曲目がですね、 TikTok でよく曲TikTok でよく聴く曲ですね。はいはいはい、はい、え、私知ってます。知ってると思います。絶対開いたらなんか一回は聴くであろう。だいぶだな。 OK です。バッチリです。じゃあ流します。はい。あ、やったやった、いけるいけるいける。まあ、ちょっと
全世界的に見ます。全世界世界的アーティスト、ちょっとレディーガガI was born this way ニッキーミナージュと来たらどうしよう。こんな振り付けが入っちゃうそれっぽいやつを流します。はい、これは踊らないとダメだろ。あー、なんだっけ、6問中4問踊れました。やばい、思った以上に記憶ぶっ飛んでてやばいっすね。結構さ、今回出たやつが私が30分以内にどのぐらい覚えられるか動画系のやつばっかりなのね。おそらく思いっきり詰め込んだんでしょうね、頭の中に。詰め込んだ結果違うものが入ってスンって抜けたでしょ。スンスン抜けてるから覚えてないんでしょうね。というわけで皆さんも今日の動画を見てくださってありがとうございます。皆さんもどんだけ踊れました？もしこの曲踊れたよ、踊れなかったよとかいう感想とかいろいろありましたら、ぜひコメント欄に書いてみてください。そして踊ってほしい曲、逆に覚えてほしい曲とかありましたら、そちらもぜひコメント欄に書いていただけると私見ますんでよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ひめちゃんも手振ってるよ。バイバーイ。